さんこんにちは。こんにちは。天草市長の馬場でございます。大会の名誉会長を仰せつかっております。今回第59回天草ハイヤ祭り、ハイヤ道中総踊り、このような形で大勢の皆さん方にお集まりいただきまして開催できますこと、心から感謝と、お祝いを申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。そして、この天草本土ハイヤ祭り実行委員会の、金子会長はじめですね、皆さん方には本当にこの準備からこの当日今日までですね、準備大変だったというふうに思いますけれども、本当に、このようなことがですねできますのも皆様方のおかげかということで、心から感謝申し上げたいというふうに思います。そしてまたそれに携わっていただいてますボランティアの方々、そしてまた会員の皆様方、そして警察の皆様方、本当に多くの多くの皆様方のご協力により、この大会この踊りができますこと、本当に嬉しく思っておりますし、我々としましてもこの天草の伝統芸能をしっかりとこれからも守っていかなければいけないと改めて強く認識をした次第でございます。今日はそして、皆さん方も今から、楽しみに待ってらっしゃると思いますが、実は、熊本県警の音楽隊の皆さん本当にありがとうございます。今回初めてということで、来ていただいたということでございます。そしてまた、天草拓真高校の吹奏楽部の皆さん方にもこのパレードを最初にやっていただいてですね、盛り上げていただくということで、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、本当にですねこのハイヤ祭り、牛深のハイヤ、そしてこの天草本土のハイヤということで、非常にこの日本のですねこのハイヤ節、まあハイヤ節のルーツになっておりまして、全国に広がっております。その伝統芸能をしっかりと守っていくことが、この天草をこれからもずっとずっと盛り上げていくことにもなると思いますし、この天草の宝をしっかりと磨いていくことになるというふうに我々も思っております。これからもしっかり支援をしていきたいというふうに思いますが、そのためには今日お越しの皆さん方にもしっかり沿道でですね応援をしていただいて、一緒に踊ってる気持ちでですね盛り上がっていただくこと、そして踊り手の皆さん方は精一杯笑顔で楽しんで踊っていただくこと、これが大事かというふうに思います。それを一生懸命支えていただきますのが地方の皆さん方でありまして、この地方そして踊り手が一体となってこの祭りが盛り上がるということでございますので、どうか最後まで皆さん、沿道の皆さんもどうか大きな声で、応援声援をよろしくお願いいたします。結びになりますが、これからもこの天草がますます皆さんと共に幸せな島であり続けますこと、そしてこのハイヤをもとにですねこれからますます天草が盛り上がりますことを心から記念申し上げまして、市長としてそして名誉会長としてのご挨拶をさせていただきます。本日は最後までよろしくお願いします。